関口太郎は東京都府中市出身のモーターサイクルレーサー。中学1年から東京都立調布南高等学校1年までミニバイクレースに参戦。16歳で免許を取得してからはロードレースに参戦する。2001年全日本ロードレース選手権 GP250 チャンピオン。2002年ロードレース世界選手権 GP250 に参戦。 2003年、ロードレースヨーロッパ選手権 GP252 参戦。8戦全勝でチャンピオンになる。特に最終戦は、前年度のチャンピオンが緊急参戦して、関口の全勝優勝の阻止を狙ったが、関口は接戦をものにして、モータースポーツの主要な選手権シリーズにおいてほとんど、前例がない、全勝優勝の異業を達成した。2004年、 再びモートジッピーに参戦。2005年、カンペテラレーシングに移籍。開幕直前に大口スポンサーが音信不通となり、急遽自身の公式サイトから個人スポンサーを募集することとなった。開幕前のテストで負傷し、シリーズには後半から復帰。プライベーター上位の10位を2度記録する。2006年、再びカンペテラレーシングより参戦。 個人スポンサー企画も継続される。この年も開幕戦で負傷し、シリーズには後半から復帰するも、負傷時の現地での手術が芳しくなく、本来の成績を残せないまま終わる。シーズン終了後に芳しくない幹部を日本の病院で再手術。2007年、引き続き、カンペテラレーシングより参戦。3年目となる、個人スポンサー企画も継続される。 世界ロードレース選手権第12戦チェコ GP で転倒したマルコシモンチェリを避けようとしたところ跳ね返ってきたマシンに接触大きく飛ばされて負傷した2008年は一旦国内に戻りプラスミューレーシングから全日本ロードレース選手権 GP250 クラス参戦を発表2009年チームプラスワンとジョイントしチームタロープラス 1ワンとして全日本ロードレース選手権 ST600 クラス参戦を発表。2010年も同一体制で参戦。2011年もチームは同一体制。ただし、従来の ST600 に加えて JGP2 クラスへのエントリーを表明している。2012年は JGP2 クラスに専念する。チーム、マシンは同一。好きな食べ物は麺類など。 嫌いな食べ物は寿司など、趣味はバイク、パソコン。ありがとうございます。